はい、環境衛生策研究所の飯田です。20分ほど、基本的には、エネルギーシフトということなんですが、中身を、具体的にやるより、できるだけ震災平和変化というものに沿ってですね、この前総合 NHO で行われた会議で使った資料をちょっと今ちょこちょこっと変えて、問題の構図というかですね、これはあくまで今私が定義する問題構図なので、皆さんでいろいろ問題の構図というのは定義していた方がいいんですが、今の原発あるいは停電する、企業が海外に逃げる、経済が落ちる、脱原発という、いろんな、言葉がメディアでもですね、政府でもいろんな、巷の会話でも飛び交っているので、自分なりに皆さん問題をはっきり整理をして構造化してですね、でそれを分けて議論していくということが大事なんですね。で、私の整理はまず短期的には電気が足りるか足りないかと原発を動かすか、その再稼働するかという極めて短期的なんですけど、でまずこの電気ははっきりもう我々分析レポート出しているので、これは足りているので電気が足りないから原発を動かすなどというですね、そもそも本末転倒の議論をやめる。でこれはこれでしっかりきちんとすれば全く問題ないし、でこちらはこちらできっちりむしろ安全性でその他いろいろ考えてやらなきゃいけないみたいなことをですね、一つはこの切り離しを議論ではやる。で、長期的に考えていくと大きな目標は持続可能な社会ということからいくと、脱化石燃料依存、脱原発依存、これはもう避けられないんですが、ただ原発をやめたとしても福島の事故処理、そして核のごみ、これはまあ残るので、これはその後しっかり議論しなきゃいけない問題としてはある。どうせ核のごみが出るんだから原発やめたってしょうがないじゃないかという、またそういう下品な議論をしてもしょうがないんです。核のごみが残る以上原発はやはりやめなきゃいけない。でこの2つを達成するためにも自然エネルギー、省エネ、高次エネ、および電力市場改革、この3つが大きく必要で、それを通してこういうふうにしていくんだというような、これあくまで一例で、皆さんなりに問題を整理していく必要があるということですね。で、平和とその変革というかですね、今回の震災と平和化に関連していると、私を一貫して言っているのは、とにかく、今回の問題というのは明治維新と、そして太平洋戦争、第二次世界大戦の終戦、そして、この3.11、大きく3つの、日本史におけるです、近代史における3つの転換と同じような変化をこれから社会全体が起こすというふうに思いますし、起こさざるを得ないし、我々自身が起こしていく必要があると。で先ほども最初柴田さんの方から、太平洋戦争というかあの頃のですね、とにかく、戦争を疑う声とかですね、日本軍の勝利を疑う声というのをあの頃を言った瞬間に非国民だったという状況と、3.11 の前に原発批判的な言葉とかですね、電力の独占に関する情報というのはメディアに一切載らなかったということと全く一緒なんですね。だからこれは極めて単にたまたま似ているんじゃなくて、我々が持っているですね、まだ民主主義そのものを自分たちの手の中で内在化していないとか実体化できていない問題なので、これは、いつでも再発しうる問題ですね。他にもいろいろ太平洋戦争の時の日本軍の振る舞いと今の、官邸、経産省、電力会社の振る舞いって非常によく似てるところがあるので、これはもう日本社会の病みたいなところがあるんですが、今日はちょっと時間がないかもしれません。それからこれも柴田さんから先ほどちょっと話しあったように、広島、長崎、原爆があって、そして、今回、3.11、この放射能は自分たちの手で降らしてしまったという、今度はきちんとそれに関する落とし前をつけなきゃいけない。それと、もう少し話をすると、やはり、核の平和利用というものと、という形で原子炉が進められてきたものというものは、実は嘘っぱちであったというかですね、今途上国が原子炉が欲しいというのは間違いなく、潜在的なやはり核技術を持ちたいということがあからさまにありますし、
しかも今日本でもですね、特に、保守論壇の人たちで、まあ、政治家を含めてですね、やはりあの日本の安全保障論という、その安全保障の裏側に、やはり核技術を維持しなきゃいけないと。これはまあ一個一個議論したら極めて底の浅い中身のない議論であることがすぐ論破できるんですけども、ただそういうふうなことを思っている人たちがいるということは確かですね。それともう一つ3つがですね、これも先ほど3マイルの話があった3マイル原発、アメリカで起きたいわゆる破局事故一歩手前と、そして旧ソ連で起きた破局事故ですね、そして日本で起きた破局事故ということで、まあここからもいろいろなことは言えるわけですが、まあ、あの一番表面的に言えば原子力というのはですね、いろんな要因で破局事故に、起きるんだけども、いずれにしてもこの破局的な事故は絶対に避けられないということですね。で、まあ、我々はあのこれから原子力を維持し続けるとか化石燃料なのか、そしてそのどちらも取らないのか、まあ、エネルギー選択の今、間口にあるわけですが、その、まあ、私自身は日本の、まあ、原子力大学院とそれから原子力産業、そして原子力委員会、電気事業連合会と一通り、回ってきて、しかもこの311当日に起きた出来事、まあ、まずその自分自身の経験から日本の原子力を進める、あの、まあ、先ほど柴田さんはメディアの責任をいろいろ言われてたんですが、 そもそもですね、中身がないですね、日本の原子力技術もやっている人たちもですね、あの極めてあの形骸化していると。でしかもそれが極地なのが、この起きた当日、地震が起きた当日のことですね、地震が起きた当日にもうメルトダウンが起きている可能性があるという評価が東京電力からなされて、そして保安院に届けられて官邸のホームページにその日の夜10時35分に、もう日本国民というか世界中の人がインターネットで見れる状態でメルトダウンが起きている可能性がありますよということが言われているにもかかわらず、それをきちんとですね、それを受け止めて何ら振る舞いが取られなかった。ちょうど今ここ数日朝日新聞今連載されているプロメテウスの罠のところで、このまさにスピーディーが当日どう扱われたというのが今日さらには明日あたりでですね、まだ推測の域は出ない取材ではありますけれども、まあ、いろいろ秘密が明かされるところではありますけれども、まあ、少なくとも原子力の専門家、例えば、まあ、斑目原子力安全委員長に代表される、まあ、YouTube にも残ってますが、翌日午後3時36分に水素爆発が起きる直前までですね、水素爆発を起きることがないと断言をして、でこれはこの前菅さんとそれから、福山官房副長官当時のですねに改めて確認したんですが、翌日12日の午前中に菅さんがヘリコプターで飛んだわけですが、その飛ぶ前にですね、渡辺さんに対して何度も水素爆発起きないんですよねと確認をして、じゃあ絶対起きませんという会話があったらしいんですが、冗談じゃないですね、前日の夜10時35分にもう燃料が水から露出をして15分前にはメルトダウンが始まっている可能性があって、夜11時50分1時間後にはメルトスルーが起きる可能性があって、水素爆発どころか水蒸気爆発と、あるいは臨界超過とかとんでもないことが起きる可能性があるということは、前日の夜10時に少なくとも可能性、これはあくまで評価ですから絶対起きるってわけではないんですが、視野に入れなきゃいけなくて、だから翌日、アメリカ NRC をですね、今のホームページに残ってますが、手計算で評価をして、2機がメルトダウンした時には最低でも50マイル80キロは直ちに総員退避だという指示をなしたのにかかわらず、日本は全くそれがなさなかったんです。これはもうあの私はメディアの責任は非常に大きいと思います。メディア以前に専門家が専門家としての能力と責任が全くなかったということだ。もうこういう人たちに原子力を触る資格はほとんどないということです。で実際に、80キロというとここら辺県内ですが、日本がやったの当日の夜9時が3キロで、翌日朝になって10キロで、水素爆発が起きた後でも20キロ、
でこの20キロ同心円がずっと続くわけですが、この飯舘村方向に実際に逃げた人も結構いてですね、放射能の、雨と塵が降りたくる中、子どもたちにマスクもさせずに、沢の水を飲ませたり、沢の水でおにぎり作って食べさせてるという極めてむごいことをしてるんですね。まあ、こういうまさにその、下々の人々って言うとあれですけど、一般の人々を見殺しにする、いわばこの政府政治というのはですね、これも太平洋戦争のこと全く変わってないですね、というようなところを我々は見なきゃ。そして原子力は一旦事故が起きれば、この前も原子力委員会が、事故が起きて、まあ、数兆円を、発電量で割ると 1.2 円だということで、私はそれは極めて無責任で恥ずかしい数字だと思いましたんですが、というのは次にもし関西電力の美浜であれ、九州電力の限界であれ、もう一旦この福島の事故が起きた以上ですね、次にもう一回別のところで事故が起きうることをリアルに考えなきゃいけないんですね。でリアルに考えたとすると、その 1.2 円で何か救えるかというと救えるわけがないんですね。で、お金で済む話ではないけど、せめてお金だけは肩をつけてくれということ でドイツは実際に福島の事故が起きた後に、ドイツの17基の原発を仮に破局的な事故が起きた時に保険代でそれをカバーするとしていると、どのくらいの保険料が必要になるのかということを試算したら、1キロワット時あたり8000円ですね。1ヶ月の電気料金じゃなくて1キロワット時あたりなので、これ 1ヶ月の皆さんの家庭の電気料金にほぼ匹敵するんですが、1ヶ月8000円払っている人は1ヶ月30万円の電気料金になるという、まあ、そういう空恐ろしい保険料を払わないと、この破局的な事故をカバーすることができない。だから今国が計算しているですね、1円だ2円だ3円だという原子力のちまちました細かいコスト計算ははっきり言って関係ないんですね。これだけのリスクがある電源というのも社会で受け入れようがないというのが、まあ大前提だろうと思いますね。であるがゆえに、これから、まあ、これまで国は空想的に増えるような数字を言ってましたが、そもそも40年で閉鎖しても減っていく段階にあったんですが、もう地震を受けてそもそもダメージを受けた原発はもう極めて膨大。でこれをまあ、平和に40年で廃炉にしていけばこんな感じですね。今、まあ、物事をちゃんと考えない政治家の人たちがですね、原原発と言っているのは大体このラインです。しかし、まあ、国民の意思があれば国民投票で止める、もしくは再稼働をせずに全て止めてしまう、もしくは先ほどの、1キロワット時あたり8000円の保険料を払ってもらって、それでも払える原発だけ生き延びる、これがまあ市場の論理ということで、まあ、この下のデルタゾーンをが原発の生きる道で、それからいかに、早く減らしていくかということが、まあ、民主主義の力が試されているということですね。で一方で化石燃料はコストもうなぎ登りですが、とりわけ、まあ、かつてその狼少年と言われてですね、石油はあと40年なくなると、40年だったらまたあと40年だと、まあ、これはまあ確かに全く素朴な間違った議論ですが、今問題になっているのは石油ピークと産出ピーク、実はこれは石炭ピーク、それからガスピーク、そして、ウランピークという話をいただいていてですね、特に一番もう過ぎたと言われているのは石油のピークです、ね、で石油の産出量がもし過ぎていれば、今途上国を含めて石油の供給量の需要量が増えてますから、まあ、今後も石油の価格および石炭の価格というのは、まあ、うなぎ上がっていくだろうということで、やはり化石燃料は、まあ、これに加えて温暖化の話が、温暖化とこの資源のピークを考えていくと、やはり脱化石燃料で、まあ、ちょうどいいことにというかですね、たまたま我々人類は偶然にも第4の革命と言われるほどの、いわゆる売買ゲームで増える自然エネルギー、風力太陽光ヒットですね、という時代を迎えているので、しかもこれは政治と政策の力で売買ゲームが増えている、まずつまり自分たちの意思があれば増やせるわけですね。そういうことをこれから、まあ、日本もやっていくということで、ちょうどこの8月に全量改善制度が、まあ、成立をしたと。この売買ゲームで増えるっていうのはバカにできないんですね。昔千利休がですね、秀吉に褒美を取らせると言われて、米粒でいいんだと、将棋盤の最初の 1マスには1粒、次の2マス目には2粒、その次には4粒と増やしていくと、最後のマスにはですね、日本中の米をかき集めても乗らないほどの米です、ね、あるいは昔1972年に出たローマクラブが出した名著、成長の限界という本があるんです。
ういう売買ゲームで増える幾何専門数学用語では幾何級数的成長って言うんですが、まあ、それのそこに出ていた例え話ですね、広い湖があって水草がポコッとそこに浮かんでですね、で毎日毎日倍に2つに分かれて倍に広がっていきますと。で30日かかってその湖の半分まで来ました。でその残り半分を埋めるあと何日かかるんでしょうという、まあ、謎の謎があるんですね。これこの前北海道大学の大学院の学生に言ったら一人も解けなかったんですけども、ICU の皆さん解けますよね。調査は何日ですか。あと1日で埋まってしまうんです。で、つまりですね、今そういう段階に来ているということです。風力発電は、去年の末で、世界全体で1億9300万キロと、原子力が3億7000万で、原子力の半分まで、しかも1980年を元年だとすると30年かかって半分まで来たんですが、まあ、見つからない、あと1日は無理ですけど、あと5年すれば原子力の設備容量を超えます。その先はもう置いてけぼりにしてまたぐんぐん増えていく。でそれが地球全体の代替エネルギーとして非常に大きな可能性を、期待できるということと、そしてあとマネーですね、経済の分野として1兆円に満たなかった2000年に1兆円に満たなかった分野が、10年で20倍20兆円になって、これから10年で200兆円になるということの、まさに全く新しいグリーン経済をこの分野で作っていく。でしかし日本はこの中でわずかに、1% を占めるだけの極めて小さな市場なので、まあ、このグリーンエコノミーをしっかり作っていく。で自然エネルギーというのは頼りない非常に、まあ、文明の足しにはならない、まあ、ちょっとした家庭の電気の足しにはなるけど文明を支えることは無理だということをですね、そうそうたる〇〇大学名誉教授みたいな人が堂々と言ったりするんですが、真っ赤に嘘です。太陽エネルギーというのは1万倍化石燃料を我々使っている1年間使っている1万倍ありますから、もうとてつもない量があって、それを目で確認しようとしたら、今ヨーロッパでスペインで広がっている太陽熱発電というのがあるんですが、鏡でここに集中して蒸気で発電、この発電所を今サハラ砂漠に作ってヨーロッパの電気を賄おうという計画なんですが、この小さな赤いサークルにこれを作るとですね、ドイツの電気が賄う。次のこの面積にこれを作るとヨーロッパ27カ国の電気、この面積に作ると世界の電気がかかる、それだけの、まあ、1% というのはいいという大きな話で、しかし現実に地に足をつけてですね、ボトムアップでやんなきゃいけないということで、リアリティに怒りを下ろすという意味で怒りですね。でじゃあ現実はどうかというとですね、この風車は、まあ、悪名高い、筑波市が作った回らない風車というやつですね。環境省の補助金が3分の2ついて、残り3分の1筑波市が出して、早稲田大学の先生のコンサルティングで、作ったところ、回らないどころか止まっているときは電気消費するからですね、税金をずっと使い続けるというとんでもない風車を作って、ジンドロの訴訟になったと。で、あと今年2月に総務省の、行政評価で2002年から農水省がやったバイオマス日本という事業が10年間214事業だったんですね、5000億円の補助金、総額 6兆円の事業費が投じられて、9割の事業は効果がなかった、残り1割は意味がなかったと評価されています全部ダメじゃないかと。で、私自身が委員に勤めた総務省の緑文献、まあ、計画段階からひどかったんですが、日本全国百数十から地方自治体から申請書を見たらほとんど中学校の実験以下のようなばっかりですね。で実際に見に行ったら小水力発電設備はついてるのに水が流れてない、で水が流れるのは今年の夏だったんですが、それまでには撤去しますというですね、もうそういうようなものばっかりですね。なんでこんなことになるかというと、日本の行政国も地方自治体も補助金を作れば、もしくは補助金を取ってくればそれが政策だと思っている人が 99.9% で、2年でゴロゴロ人がいなくなっちゃうもんですからね、2年ごとにど素人が来るんです。で、分かんないからコンサルに丸投げすると。で、コンサルは、まあ、競争入札だし、とにかく取れれば売り上げ立つからいいやと。で、物だけ作って、まあ、外から来て植民地型開発をして逃げていく、まあ、無責任かける無責任でどうしようもないよ。
で要は壮大なビジョンを作るのはですね、机上の空論ですから、まあ、ちょっと頑張ればできるんですけど、現実に落とすとですね、縦割りだとか、まあ、無能な担当だとかですね、理解のない上司とかいろんなものをぶつかって計画がどんどん形を変えていって、で実際最後に物を作るってもうとんでもない、あの土地の権利を確保してですね、キャッシュフローを回して契約書も積んでってやるとですね、途中でほとんど頓挫してですね、最後は何もできない、まあ、ガラクトが1個できて終わり、まさに筑波のマナー風車はこういう構造でできちゃうんです。でつまりこれの努力を1だとすれば、計画にするのに1万倍の努力があります。で実際にするには100万倍の努力があります。でそれを、2年ごとに変わる担当者で、しかも外からのコンサルにやらせるから失敗するんですね。やっぱり一番重要なのは人なんですね。人が重要で、人を移すということはその人の前のネットワークからその人が勝ち得た洞察、信頼、経験、知識全部をですね、才能変わるみたいにガラッと流してしまうようになって、で、もうそろそろ時間です。で例えばデンマーク風力発電、あの諸行分散のテクノロジーのもう一つの特徴というのは、これまでみたいに原子力とか石炭火力をどっか一箇所にギュッと押し込めて、そこに金をぶち込んでですね、飲み屋歌い屋でとにかく地域を騙して原発を作っておけば、我々東京あるいは都市に住むものはエネルギーを考えなくてもいいという時代はもう終わりました。諸行分散型今度広がっていくと、デンマークは日本の九州ほどの面積に日本の3倍の風車があるので、1人当たりもしくは単位面積の風車が数十倍ある。その風車は海に落とすと、デンマークの地図が浮かべ上がるほどの風車があるんですが、しかしデンマークでは日本で見られるように風車反対とかですね、やれ景観だ、鳥だ、電子話だって話がほとんどないんです、ね、なんでかというと、30年前に風車を作り始める前に自然保護団体、地域社会、そして風力を作る人みんなで話し合って、風車をまず作っていい場所、作っちゃいけない場所をまず決めておいてですね、そういう新しいテクノロジーをが人間社会に入ってくるためにまず新しいルールを作る。もっと大事なことは、デンマークの風車 85% は地域社会の人が持っているんですね。ですから必然的にそこから生まれてくる価値は地域に持っているというですね、そういうその地域のオーナーシップで、つまりエネルギーのガバナンスを地域社会に取り戻すということですね。でそれを作っていくのは、なぜさっきの人の話ですが、やはり地域の中にそういうことをやり抜いていく、地域の核、人と場を作って、それでまずは小さなステージから回していくと、先ほどの知識とか経験とかどんどん積み上がっていってですね、どんどん大きな形になっていく。そしてしかも同時に世界とつながった、顔の見える個人が世界とつながったネットワークでお互いに地域を、あの地を生み出すということが、まあ、必要だし、実際に起きていることですね。で最後に、原子力をめぐってはですね、あの人は推進だからもう口を聞かないとか、あの人は反原発だから口を聞かないみたいなのがよくあるんですけど、これは横軸なんでもいいんですが、いろんな価値観の軸だとして、これが原発軸だとしてですね、ここはこの人は推進、すごい極端な推進で、他にもいろんな性格を持っていると。でこの人はすごい反原発の人で、この人は他にはモーツァルトが好きとか、まあ、いろいろあるかもしれない。ここだけを見るとですね、もうこの人は対立で口を聞かないんですけど、しかしながら共通するところは実はいっぱいあるんですね、こっちを見ると。だからまずその、違った意見の人とは話をしてコミュニケーションをとってですね、合意を作っていかないと世の中変わらないんですね。それがとにかく違いで対立をする前ですね、共通を見据えながら信頼関係を作って対話していくということが、まあ、変化を起こしていく鍵ではなく、ちょっとなっちゃいましたけど、はい。